現役ドラフトで思ったより有名な選手が出てきてワクワクした61年目やっていきます。移籍活発なの見てて楽しいから来年以降も続いてほしい。まずは投打バランスを変更、これで落ち着いた成績になってほしい。そんな今年は貴重なまともな先発の沖が FA 宣言。契約更改では投手コーチ帯から5年連続最優秀中継ぎを獲得したことがある池に変更。小松を自由契約、タッカーが帰国、引退者は出ませんでした。今年の補強ポイントはピッチャー、キャッチャー、ファースト、二遊間。転生はダイヤモンドバックスが有力らしい阪神藤浪。総編15位を期待できるカリベを指名。まさかの単独美味しい。それと最近トレードされた強打もいたみたいです。2位で大卒ファーストの宮里、3位で大卒キャッチャーの東、4位で特能が良さそうな高卒中継ぎ中島、5位で高卒キャッチャーの佐世、6位で高卒外野手の重松を指名してドラフト終了。他球団からは岡島が巨人に移籍、沖はオリックスに移籍、人的故障は、これ榊原でよくね、期待の逸材でまだ32歳だし、3年ぶりの復帰です。西内、水上を留学に行かせました。人的故障で復帰した榊原、コントロール級だったけど1年で20伸びた3年目の南を起用。荒川は今年ダメだったら来年は他球団で2桁勝ってると思います。去年抑えた水越には悪いけど傾向的に今年は岡上が抑えるので開幕から守護神起用。逆に計算しやすいのかもしれない。野手は去年良かった広川を4番、不調だったリードを8番で楽に打ってもらいます。意味があるのかはわからない。85勝55敗で15年ぶりの優勝。バランス変更がうまくいったようで割と理想的な状態。チームホームラン数もロッテを除いて減少してないのがいい感じ。人的故障の榊原の13勝を筆頭に2桁4人。荒川も初の2桁、やっと活躍してくれた。岡上はちゃんと活躍、来年の抑え代理は誰がやってくれるのか。4番に置いた広川が首位打者、留学に行った西内もいい気だし。20本超えが5人もいるぐらい長打力は良くなってきてる。上野は阿部引きえました、かわいそうに。リードはもうダメかもしれない。久しぶりの自前当たり助っ人だっただけに残念。1位カリベ、変化量がそのままだったのが良かった。調子に乗って球種増やしたのがどうなるか。2位宮里、安定の1年目低打率だけど能力自体は普通に悪くない。3位東、キャッチャー上げ、三振削除とやることはあるけど他が優秀なので楽しみ。4位中島、ワンチャンの特能お化けを期待したけどそんなことはなかった。5位佐世、劣化金沢みたいな能力。でも普通に強い。6位重松、期待の逸材なのに成長期でパワー20上がってた。ちょっと知らない現象。59年ドラさん直井、文句なしの成績だけど移籍後の起用だったりポスティング移籍がもったいなかった。それでも安定感は抜群だった。
あとはロッテに移籍した中継ぎの63年ドラさん長尾、キャリアの大半が2番手キャッチャーだった坂内が引退しました。といったところで今回はここまで。よければチャンネル登録、高評価、コメントしていってくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。